おっす、こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、みんな大好き寄生虫駆除やっていきたいと思います。今回ね、駆除する寄生虫なんですけども、クサガメちゃんにですね、大量に寄生しているヌマエラビルというね、はい、YouTube ではかなりね有名な寄生虫なんじゃないでしょうか。たくさんの方がね、クサガメ捕獲して、付着しているこう寄生虫としてヌマエラビルをね紹介してて駆除していると思うんですけど、僕も今回ねやってみたいと思います。っていうのもね、最近、僕クサガメを10匹捕まえてきたじゃないですか。でその時の、動画はこちらなんですけど、パステルだったりっていうね、結構変わった子たちがたくさんいたんですけど、案の定ですね、その子たちほぼほぼ、ヒルがついておりました。たくさんついてましたで僕も普段ね、その子たちの、ヒル邪魔なので、ピンセットで取ったり、塩を使って、塩水で、除去とかっていう方法を試してたんですけど、いかんせん数が多い、手じゃ取りきれないっていうところがありまして、で塩だとちょっと塩分濃度とかもあんまりわからなかったので、ちょっとやっぱね生態のこと考慮して薄すぎたのかなっていうのもあるんですけど、なかなか駆除できなかったので、はい、皆さんがやってるこちらですね、はい、買ってきました。オスこれをですね、10分の1の薄さにして1時間ほどクサガメちゃんをつけておくと、ヌマエラビルがこの巣のね酸が嫌ということなので、剥がれてくれるということなので、やってみたいと思います。はい、今回ねオスにつけていくカメちゃんたちがここにいます。今回はね4匹やってみたいと思います。でね、気になるヒルちゃんなんですけど、この子かな、一番ついてたのは。さっき見たらヒルちゃんね、このどこについてるかっていうと、甲羅についてる時もあるんですけど、結構大量についてるのがここ、見てこれ、首の横のとこ、ゼリーみたいなこのついてるの、わかる？これがね、これ何匹かの集合体ですね。一匹一匹はね、もっと形が違うんですよね。ヒルっぽい形してんだけど、これ集合体みたいなので、あ、ここにもいる、ここ足引っ込めたいね、ほら、ここね、こういうところについてるから、なかなかね、こうピンセットで取ってでも、皮膚もねちょっと引っ張っちゃったりっていうのもあったりするから、ここはねやっぱ取れるんだったら力ずくじゃなくて何かね、別のものがいいなっていうことで、他の子はどうだろう、このパステルが綺麗な子はどうですか。あー、めっちゃついてる腕の横のとこすごいついてる。ここにやっぱねこうついてたらね、なかなかねカメちゃんもね自分でこすって取れないんだよね。両方ついてる両脇ついてる。この後ろの方とかにねついてたら割と自分で蹴っ飛ばしてなんとかこう剥がそうとするんだけど、なかなかね、これだけ隙間に行かれちゃうと。この子はここにあるけどなかなか見えづらいね、これね4匹今からお酢漬けにしてどれぐらい出てくるのかやってみましょうか。それじゃあいきますよ。10分の1なので、この水量に対して入れるお酢がこれ見て、めっちゃ大量、こんなね大量ですけど、10分の1っていうことなので、これを入れていきたいと思います。よし、入りました。これで1時間ですね、約1時間ぐらいしたらヒルちゃんが嫌がって剥がれてくれるということなので、あー結構あれだな、カメちゃんたちもめっちゃ嫌がってる。一応呼吸はできるので1時間ちょっと様子見たいと思います。何か変化あれば、ちょっと対処はしたいですけど、以上何もなければこのまんま置いといてみたいと思います。はい、ということであれからですね30分が経ちました。いやすごいです、想像以上にヒルが取れてます。こんなにいたんだっていうぐらい、見てこれ全部ヒルですね。この辺のつぶつぶ落ちてるの、これで、でかいヒルもいますね。これね、この数、ブワーッとこう落ちて、
いますけど、ちょっとですね、やっぱりちっちゃい子たちがこれ以上つけるとあんまりこう良くないかなというふうに思ったので、ちっちゃい子たちに配慮して今回、まあ第1回目は30分で、切り上げたいと思います。で、今からですね、このクサガメちゃんたちの昼、かなりね自然に取れたものも多いんですけど、まあ弱ってねすぐに取れる昼っていうのもまだ多分体についてたりすると思うので、それをねピンセットで取っていきます。じゃあちっちゃい子からピンセットで追加で取っていきます。わあ、でもほら見て、ついてはいるんだね。見えてたやつついてはいるけど、どうだこれ。あ、すげえ簡単に取れる。ちょっと引っ張ったらポロポロ取れますね。ポロポロ弱ってますよこれ完全に。ほら、もうつまむだけ。これヒルね、弱ってないとねかなり強いですよ。だから無理やり引っ張るとカメちゃんに良くないかなと思って。これすごいわ、取れてる量やばくない、ナギちゃん。何どれ。もう下にブツブツ全部ヒルで、これこれヒルなの。うん、ゴミみたいだね。まあゴミみたいだよ。なんかもっとヒルって感じのやつなのかと思います。すごい取れる、これ簡単にポロポロ取れちゃうね。持ってる俺の手にもついてきますね、ヒルが。これもうでも死んでるやつだ、ほら落ちるもんね。すごい、よしよしよし、これでじゃあ一気に取り切っちゃうか。こんなに入れたの汚い。汚ね。汚ね。まあこんな感じでちょっと取っていきます。はい、ということで見える範囲のねヒルは全部取りました。見てくださいこれ、やばくないですか。たった4匹からこの量、この量ですね。いや、こんなにねたくさんついてたっていうことで、まあ目で見えてたのでね、早くねこのお酢漬けやりたかったんですけど、結構ねこの子たちの、餌付けに時間がかかってしまって、やっぱ野生個体でこのすぐにねお酢漬けにしちゃって、ご飯もね食べないような状態でこれやっちゃうと、万が一こう体力落ちた時に回復しなくなっちゃうかなっていうのもあったんで、まずはね餌付けをしようっていうことで餌付けをしてからやってみましたけど、これだけねはい取ることができました。でね、まあ1匹だけ、この子だけなんですけど、甲羅のねここの後ろの方に卵がねあるんですよ。卵を植え付けられてて、これはねどうだろう、あ、すぐ取れるわこれ、お酢漬けしたからか。これは割とピンセットでゴチョゴチョやってたら取れますねこれ。よしよしよし、こんな感じ。おお、取れました。結構思ってたより1回での効果が相当ありますね。カメちゃんたちね、よく頑張ってくれましたね。いや、これで綺麗になりましたね。よかったよかったよかった。かなり綺麗になったと思います。はい、終わりましたよ、酢漬けタイム。いや、なんか、やっぱヒルがついてないと、マシマシで可愛いですね。ああ、ヒルね、やっぱ寄生虫嫌ですよ。僕も嫌いなやつですから、寄生虫っていうのは。皆さん、駆除しましょう。可愛いでしょ、クサガメちゃん。皆さんもクサガメちゃん買いましょうね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。クサガメについた寄生虫、沼エラビルの駆除ということでですね、初の僕もお酢漬けにして駆除してみましたけど、いや想像以上にね簡単に取れるなというところで、餌付けがね終わるまでピンセットでね頑張って取ってたので、いやこんなに簡単に取れるのかと、すごく驚いておりますけど、皆さんもぜひ野生でね取ってきたクサガメちゃんは特にこのヒルちゃんね、寄生している可能性高いですので、よかったら皆さんもやってみてください。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。